茶色の才能を持つあなたへの手紙、フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。怠け者で鈍いのは落ち着いた考古学者の才能の目。茶色の才能が強いあなたはいつものんびりおっとりしています。テキパキ動くことが苦手で、いつの間にかゴロゴロして寝てしまうことも多いでしょう。それこそがあなたの大切な才能だからです。どうしてそんなにゆっくりなの？とか、早くしなさいとか言われると、そのままの自分でいてはいけないような焦燥感に襲われます。これは茶色の才能が強い人ほどそうなのです。茶色の才能は信じられないほど長いスパンで物事を考えます。ゆっくりじっくりであることが大切なのです。手間暇かけて自分のものにできるかが重要なのです。木が成長する時間の流れを理解することが必要なのです。その眼差しは自分の人生や生活だけではなく、周囲の人の人生、自然や生き物、地球の環境などありとあらゆるものに注がれます。だから一つ一つのものをおおらかに受け入れようとするのです。納得しないとなかなか前に進むこともできません。茶色の才能は農業や畜産、醸造業だけではなく、発掘や修復、土木に関する仕事など広い分野で応用できます。古本や楽器の製作、品種改良などは茶色の才能の社会貢献です。その才能の強さで災害や事件などのこの世で起きている理不尽な現象にいたたまれず、布団に潜り込んだまま出てこなくなってしまうほどです。そんなバカなと思うかもしれませんが、どんなことでも受け入れようとする力を持つからこそ、包容力を使って世界を平和にしようという志が持てるのです。仕事や労働から逃れて自分だけ怠けて楽をしたり、ネグレクト、職責放棄など責任から逃れようとしたり、ゴミ屋敷や悪臭、不衛生につながる行為が止まらないなどは、茶色の才能のバランスが取れていない時に起きる依存行動です。あなたは小さい時にする遊びから始まって、いつもどうやればのんびりマイペースに楽しめるか考えていましたね。自分の気持ちが受け入れられないと関係を続けること自体を拒絶してきました。どんどんゴロゴロして動かなくなっていくと、周囲を呆れさせることもたびたびです。そのたびに怠け者とか反応が鈍いとか言われて傷ついてきました。自分でもなぜそうするのかわからなかったからです。それは大きくなってからも同じで、強く叱られたりした人ほど自信をなくして、穏やかでリラックスしたコミュニケーションを避けてきたはずです。もっと自分のおおらかさやほがらかさを生かして、落ち着いた考古学者になりたいと憧れても、自分にそんな能力はないと諦めてきたのです。それは自分が自分のままでいることを許されずに、自己否定をして人生の迷子になっているからです。あなたはそれを人のせいにすることもできずに、愚痴や文句で発散することもせずに苦しくなります。頭から布団をかぶってため息をついたり、自分を衛生的に保つことを諦めてしまったり、積極的に動かないことを選択してごまかしたりします。けれどあなたはそんな人生を送るためにこの世に生まれてきたわけではありません。あなたの才能は自分や周囲の人がゆっくり育つ時間を受け入れて、穏やかさや包容力で人の役に立つためにあります。現代社会で生きるためには機敏さが必要なのよと説得されても、あなたには腑に落とすことができないのです。なぜならあなたはずっとおおらかにゆっくりとリラックスしていたいから。
あなたの人を朗らかにほっとさせる姿が人々に感動を与えるのです。このままだとだらしなくて怠け者な大人になるのでは？と、あなたもあなたを育てている人も不安になるでしょう。けれどそんなことはありません。もしもあなたが愛で満たされて育っているのなら、自己肯定感が高くなって自分の性格に自信を持ち、楽しんで自己研鑽や鍛錬を重ね、考古学者としての才能を花開かせることができます。もしも自己需要ができていれば、あなたはあなた自身を、周囲を、社会を、世界を幸せにしようと思う強い信念を持つことができるからです。時々は思い通りにいかないことに自信をなくして、来た道を引き返したくなることもあるでしょう。でも、心配しないでください。自分の中に降りてくる誤解が解けて心の傷が癒されれば、すべての人が穏やかさを持って平和につながる志を持つというイメージを形にしていきましょう。生きるスピードが違いすぎてコミュニケーションがうまくいかず人と関われないことも、できるだけ楽をしようとするのも、すべては経験値のなさから来る誤解と自分が受けた心の傷であると、あなたは本能的に知っているからです。あなたにお願いがあります。難しいことではありません。あなたに関わりを持つ人を朗らかにしながら人生の旅を続けてください。落ち着いた考古学者の力を使って行動の見本を見せていただきたいのです。その時間の経過を受け入れる抜群のセンスを持って地球を平和にする努力をしていただきたいのです。あなたの家族や職場の人や周囲や世の中がどんなにあなたのペースを認めてくれなくても、相手を変えることはできません。他の人をあなたの気持ちの中に入れることなく、あなたの内側に向かって才能を開花させる努力をしてみてください。あなたの寛大さを隅々まで響かせることで、あなたの心が安らかになることやときめくことが必ずあります。それはあなたがやりたいことであって、人を幸せにできることのはずなのです。そんなにのんびりしたペースじゃ生きていけないわなどと言われても、自分のペースでものを考え、応用なセンスを形にすれば良いだけです。あなたはあなたのことを強く怒ったり、馬鹿にした人のことを恨まないでいてください。その人たちはそんな才能に変わるなんて知らずに、あなたのためを思って一生懸命直してあげようと思っただけなのです。あるいはその人たちが自分で背負っている傷なのかもしれません。さっさとやれという人は、自分がそう言われて育ってきたのです。鈍くて使えないやつだなという人は、自分の包容力も否定されてきたのです。大丈夫ですから、自分の才能を信じて、自分で自分のやりたいことを選んで人生を作っていきましょう。私はあなたの才能の素晴らしさを知っています。そしてあなたのことをとても大切に思っています。またお会いしましょう。イラスト、オキソ、音楽、オシム、文とナレーションはタマでお送りしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。神様と皆様に感謝します。I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。